はい、どうも、向かい風の匠です。今回はこちら、うちの畑で採れた紅はるか、さつまいもですね。こちらを使って干し芋を作っていきたいと思います。で、先月採ってから1ヶ月ぐらいね、保存してあるものになります。そうすると、採った時よりね、甘さが増して、かなり甘いね、さつまいもになってるということで、そろそろちょっとね、さつまいも、干し芋にして食べてみようかなと思っております。今日は、干し芋切って干すっていう作業だけなんですけれども、こちら炊飯器を使って火を通していこうかなと思います。本当にね、鍋で茹でてもいいんですけれども、ちょっと炊飯器でボタンを押すだけで簡単に干していこうかなと。あとはフードドライヤーっていうものはね、買ったものありますので、いろいろドライフルーツだったりね、できるものなんですけど、今日はそれを使ってこちら干し芋にしていこうかなと思います。外でね、干すっていうのもいいんですけれども、ちょっと時間かかったりとか、今日とかね、雨降ってるので外干せないので、フードドライヤー、食品乾燥機を使って干し芋を作っていきたいと思います。で、今日使うこちらさつまいもは紅はるかという種類になっております。どっちかというとホクホク系というよりはねっとり系の芋になりますね。はい、ではちょっとね、切りやすいように切っていきます。両サイドはいらないのと、あとは汚れは落としてあります。後でね、皮は剥くので、で、入りやすいように、半分ぐらいでいいかな。じゃあ干し芋にする時のサイズも考えてね、一つぐらいかな。はい、こんな感じで、で、こちらに水をだいたいひたひたになるぐらいまで入れていきます。はい、あとこちら炊飯器に入れて炊いていくと。で、炊くときに玄米モードっていうのがあればいいみたいなので、玄米でモードで炊いていきます。はい、ということで今玄米モードで炊き上がりました。で、開けていきたいと思います。3、2、1じゃーん。早速この皮を剥いていこう。手でいけるね。熱いけど、ちょっと切れ目を入れるか。熱い熱い熱いけど、でやらせていただきます。甘っ。はい、ということで今ね、皮が剥けました。そしたら食品乾燥機に入れていくので、これが乾燥機に乗せるトレイになりますね。これはね、いい大きさに切っていきます。で、上に乗せていくと。で、ある程度の大きさに切らないと物が縮んでいくので、ちょっと大きめに1センチ、2セン、1.5 センチぐらいの分厚めで、あ、ちょっと、こんな感じ。はい、ということで今ね、切り終わりました。ちょっといろんな大きさのものと、ちょっとね、スティック状に切ってみました。で、これを食品乾燥機にかけていきます。で、こちらが食品乾燥機ですね。今回はプチマレンギという食品乾燥機ですね。透明テックさんの食品乾燥機を使っていきたいと思います。こういうね、トレイがあって、ここに乗せていくんですけれども、1段は直接熱気が当たらないように、1、2段はかさ上げで、そしたら先ほどのこちらを乗せていきます。で、次、で、こちらで蓋をして、はい、こちらですね、スイッチオンで、温度はどうしよう、50度ぐらいで、あんまりね、やりすぎてもカピカピになっちゃうので、
50度で、5時間ぐらい、こんな感じでですね乾燥させていきたいと思います。ではそれでは5時間後、はい、ということで今ですね、2時間ちょっとかな経った状態です。でちょっと見てみましょう。じゃじゃーん、はい、いい感じですね。うん、なんか割といい感じだな。まあまあ柔らかいですけど、意外と表面はちょっと硬くなってきてるかな。でちょうど、まあ、今2時間半ぐらいなのでひっくり返していきます。そうね、下の方はまあ裏はこっちの方もなんか美味しそうだね、スティック状も。あ、まあ、ちょっとこっちはあれかな、もうちょっと持った方がいいかな。ちょっとこっちの方はまだ硬いの、あ、まだ柔らかいのでちょっと待ちます。でもう少ししてからひっくり返しておきます。であと2時間ね待ちたいと思います。ということで干し芋完成しました。開けていきたいと思います。3、2、1、じゃじゃん。おお、乾燥機かけてからちょっと1日置いてるのでこんな感じですね。あ、いいね、これくらいの方が細いやつでもいいかな、ちょうどいい大きさでね。ちょっと薄すぎるとくっついちゃったりして、だいたい薄さとしてはこれぐらいか、あと厚く切っても結構いいかもしれないですね。あとこちらが、まあ、スティック状にしたやつですね。これでも、まあ、これをもうちょっと厚く切ったらいいかな。ちょっと食べてみたいと思います。ちょっと熱いやつでしょうかな。いただきます。うん、ちょっと中の方が柔らかくて美味しいね、これ。うまっ。うん、うまいね。このスティック状のやつもね、食べてみたいと思います。うん、なんかこっちの方が甘く感じるな。これをもう少し厚く切れば美味しいかもしれない。はい、ということで今回は家で取ったさつまいも使ってこちらフードドライヤーですね、食品乾燥機で干し芋作ってみました。まあ、こちらで使ってもいいですし、まあ、外でね1週間とか干してもらえれば美味しい干し芋、そして長期保存できる干し芋はね作れると思いますので、皆さんも挑戦してみてください。それでは次の動画でまたね、バイバイ。